はい、ですね、今日はお正月の3日の夜になります。何ちゃんだっけ、ちゃこちゃん、あ、どうして覚えられない、忘れちゃう。ちゃこちゃんの掲示を、この左下ですね、ここを、昨日の夜開けたんですが、ちゃこちゃんの様子はとてもいい感じなのでですね、ここはもう一気にここも左側ですね、開けてしまおうかと思います。ちゃこさん、ごめんなさいね。あ、全部開いちゃった。はい、ごめんなさい、おやすみ。こんな感じ。まあ、左側はこのステップに上がった時に、ちょっと見えるっていうことはありますが、ちゃこちゃん本人的にはまあ人の顔が見えないので多分大丈夫じゃないでしょうか。これでまた明日の様子を見たいと思います。はい、はい、視界が開けたから何か言ってるね。はい、ちょっと甘えてる。はい。何がしたいですか？まだよくわからないんだよね。
チャコちゃんとまだ残ってる。あるか。あるかな。はいはい。あ、こっちでもいいの？大丈夫いいの？ご飯がまだだよ。あら。おまけがついてきたよ。あ、本当だ。みそも持ってる。はい。空っぽだね。まだご飯には早いからね。そうだよ、まだだよ。ちゃこちゃん。ちゃんは、ちゃこちゃんは怒らない ね。あまりにも子供だからかな。うーん、ラブシオの時も、ケージの中にいた時は怒らなかったかな。そうかな。出てきて、なんか、ちゃこちゃんが気を取られているのはこれでした。今動画の編集中ですが、その猫の動きに反応しています。絵に変化がないとこばっかりになっちゃったね。なんかいろいろ見えるようになったからちょっと興味がある。これどう？これこのおじちゃんどう？
面白っ。